みなさーん、こんにちはマーティンでは、のみ屋クーボーイ、キングタクです。今日はファッションに関する職業をどんどん紹介します。ファッションデザイナー、これ、レディース、メンズ、子供服、ジーンズ、スポーツ、インナーウェアなどいろいろなデザインですね。はい。ジュエリーデザイナー、これ、指輪、ブレスレット、イヤリングなど、アクセサリーが主です。ファッションモデル、これ、いいですね。ファッションモデル、大ファンです、私。はい。靴デザイナー、あとはバックデザイナー、帽子デザイナー、 テキスタイルデザイナー。これ。テキスタイルっていうのはね、いろいろありますね。記事ですね。つまり。はい。ソーイングスタッフ。あとはテーラー。まあ、紳士服ですね。製造。和裁紙。これ、着物ですね。はい。リフォーマー。アパレルメイク業界で働く人もいますね。デザイナーとか、パタンナー。マーカー。グレーダー。カッター。ソーイングスタッフ。ヒューマンエンジニア。企画、管理部門ですと、マーチャンダイザー。 ディストリビューター、ビジュアルマーチャンダイザー、セールスマネージャー、プロダクトマネージャー、マーケティングディレクター、販売だとファッションアドバイザー、ショップマスター、あとはバイヤー、セールスインストラクター、ストアプランナー、プレスですね。あとはまあスタイリストとかフォーマルスペシャリスト、これ出てますね。着物コンサルタント、着付け師、美容師、利用師、あとはまあ調講師、メイクアップアーティスト、これメイクさんですね。はい ネイルアーティスト、エステティシャン。これね、大変な仕事でございます。ファッションも文化です。以上です。バイバイ。